ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎文隆です。今日は2023年の7月の12日水曜日です。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動を、という中で今日は綾小路きみまろさんのきみまろ夫婦川柳夫婦川柳を言ってみたいと思います。今日はですね、幕が変わりまして第4幕となりました。緊張家計編。あのね、ケチじゃないのよ、節約よ、夫婦で考えるお金の話、ほう、いってみたいと思います。今日も3句いってみたいと思います。妻のミクス、アベノミクスじゃないですね、妻のミクス、小遣い下げて賃下げる。妻のミクス、小遣い下げて賃下げる。安倍首相がアベノミクスなら、私は妻のミクスよ。奥様は鼻息荒く、ご主人は戦々恐々です。ご自分の化粧代はアップで、ご主人のお小遣いをダウンの奥様。これではご主人のやる気もダウンしてしまいます。賃上げどころか元気がなくなって、賃下げになるのです。妻のミクス、賃上げ、ないのに小遣い減。奥様、夫婦に大切なのはお金よりも絆です。絆？そんな野菜どこで売ってるの？野菜じゃありません。スーパーでは売ってません。じゃあうちには関係ないんじゃない？いいえ、奥様。夫婦には愛という絆が必要なのです。絆？愛？ああ、ニューハーフの方の？それは、春菜愛ちゃん。妻のミクス、小遣い下げて賃下げる。肉いってみたいと思います。増税で小遣い半減、ジェジェジェのジェ。増税で小遣い半減、ジェ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 のジェ。政治も経済もおまけに天気までもが不安定な今日この頃、安定しているのは奥様の体重だけです。ああ、それなのに、消費税がさらに 3% もアップしました。奥様からこんな川柳が、税アップ、うちの家計もアップアップ。税アップ、うちの家計もアップアップ。そのしわ寄せは家庭で一番弱い部分に集まります。増税や電気代が上がっちゃって、もう毎月アップアップなのよ。かといって子供たちの食費や教育費は削れないし。悪いけど、あなたのお小遣い、しばらく半分させてね。ジェジェ、また減らされるの？しかも半分？とご主人、思わずこう絶叫してしまいます。消費税、小遣い直撃、超ひでえ。消費税、小遣い直撃、超ひでえ。増税で小遣い半減、ジェジェジェのジェ。いや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 。じゃあ、今日最後の句です。ワンコイン昼飯代も仕分けられ。ワンコイン昼飯代も仕分けられ。ワンコインイコール500円でなんとか我慢していたランチ代も、我が家の仕分けの情を奥様の手にかかると、あっという間に削られてしまいます。ねえ、あなた、この間テレビでやってたけど、今は牛丼一杯300円しないんですってね。それに安売りスーパーの弁当は200円になったって。あなたのお昼ご飯代も一日300円でいいんじゃない？これじゃご主人がかわいそうです。妻や子供のために、汗水流して働いて、酒と薬を交互に飲みながら、奥様の愚痴を聞く毎日。ローンで家を建てて、払い終わった頃は家はボロボロ、体はガタガタ、目はしょぼしょぼ、おしっこちょろちょろ、腰よたよた。家でも汚いだの、不潔だのと罵られ、周りに飛び散るからって、立ってしないで！とおしっこの仕方まで文句をつけられる。かわいそうなお父さんなのです。だいぶ前の話になりますが、中国新聞から出ました、
男はつらいよとなりましてね、あの中でやっぱり執行は立ってしないで座ってしてというのがありましたね。あれ思い出しましたね。いや、夫婦川柳、この中に夫婦和合の秘訣があるんです。そこに私は感動いたしますね。でもチャンネル登録はチン下げと言ってましたが、これはチャンネルをチャン上げといきたいものであります。ごきげんよう。